はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回ですね、美しすぎる観光スポットというようなことで、山口県の下関にある角島大橋ですね。この橋の写真がよく観光誌などで掲載されているんですが、ちょっと写真に加工してるんじゃないかっていうぐらい海が綺麗なんですよね。で、本当にこの海というのはここまで綺麗なものなのかというようなことを、私自身がこの角島大橋をドライビングして確かめてきました。ちょっとね、皆さんに本当の角島大橋の風景ってどういうものなのっていうのをね、お伝えしたいと思いますので、ちょっと VTR の方を見ていただければと思います。はい、これが角島大橋ですね。今走ってます。ものすごい綺麗な海ですね。実際に観光ガイドブックに載っているのと同じような風景が実際のこの目の前に広がっているというのはかなり感動を覚えますね。ここまで綺麗なものなのかというようなところが私の率直な感想です。今非常に天気も晴れてまして、気温も暖かくてものすごい走りやすい陽気ですね。バイクでツーリングなんかしたらめちゃくちゃ気持ちいいんじゃないかなと思います。このように今シーズンですんでね、とっても混んでます。土曜日の日中ということなんですけれども、渋滞ですね。島に向かって渋滞がつながっています。このようにですね、左右どちらも海に囲まれているというような環境なんですけれども、意外と水深が浅いせいか、砂浜とこの水色の海の色がですね、ちょうど調和してグリーンというか、少し緑がかったような色になっていることにお気づきになれると思います。完全な青ではないですね。ちょっと緑がかったような青です。ターコイズブルーとターコイズグリーンの間といったような色合いでしょうか。とっても綺麗な海ですね。関東では少し考えられないような綺麗さだと思います。実際これほど綺麗な海というのは、私の中では沖縄とかね、ちょっと海外に行かないと体験できないんじゃないかなと思ったんですが、意外とここ日本にあるこの下関のですね、角島大橋でもこれだけ綺麗な海を堪能することができるんですね。はい、左側にですね、ちょっと大きな島が見えてきました。この島というのは無人島になっているんですが、前方に見える角島という島ですね、この島から見てもやはり一つのこのロケーションとしてものすごく綺麗な無人島の一つでもあります。この島があることによって周囲の水深というのが浅くなっていますので、より綺麗な海面の色を楽しむというようなことができるわけなんですね。交通量非常に多いです。皆さんやはりこの海の風景、景色というのを楽しみながら運転していますので、これだけゆっくりとした速度で運行しているというような形になりますね。今だいたい橋の中央部分を越えて、これからなだらかな上り坂になっている橋の中で最も高度が高い部分に差し掛かろうとしています。この橋の下の部分はかなり水深が深くなっていますので、より濃い青色ですね。ものすごく綺麗です。本当に自然を直に体験できるような素晴らしいロケーションですね。このような感じです。少し海の色にムラがあるのは、その部分の水深が変わっているからというようなことでですね、とても綺麗な海を楽しむことができます。ものすごい空気が美味しいですね。海風の香り、磯の香りですね。これが全身をこう包み込むような感じで、まさに夏の終わりにはもってこいのロケーションなんじゃないかなと思います。こうやって走っているとまるで天に登っていくような感じですね。少し勾配がありますので、こうやってこう登って降りていくというような感じで、前方に見えます角島に上陸していきます。このアスファルトの明るい色も空と調和してものすごく綺麗ですね。今これで角島に上陸するんですが、この角島というのはなかなかこのトイレの数が少ないので、もし行かれる方は事前に済ませておくか、場所の確認を行ってから上陸されるというようなことをお勧めします。青々とした緑の色も綺麗ですね。まるで沖縄かどこかに来たような感じがするんですけれども、内地から橋一つで越えられる環境ですので、ぜひ皆さんも機会があれば車で走ってみるといいんじゃないかなと思います。これからちょっとパーキングの方に入っていきますね。ちょうどこちらの展望台から角島の近辺の海が一望できますね。めちゃくちゃ綺麗な色であるというのが本当にお分かりいただけると思います。本当にこんなところで海水浴なんかしたら最高だと思いますね。これほど透き通った海というのはなかなか関東の方ではお目にかかることはできないですね。私も堂々とお勧めできる素晴らしい観光スポットですので、もしこちらの角島大橋気になった方は、ぜひですね、ご自分の足で観光がてら角島に訪れていただければと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。なかなか関東方面からですね、まあ、下関の角島まで車で行かれるというのはハードに思えるんですが、意外と都内のナンバープレートの車や、まあ、神奈川、千葉、埼玉、それから群馬といったようなね、まあ、ご当地のナンバープレートをしている車というのも見かけました。さすがに1日でやってくるっていうのは非常に難しいとは思うんですが、途中でですね、まあ、宿泊をこう重ねながらであれば長距離のドライブというような感じで、まあ、行ける範囲の距離なのかなとも思いましたね。夏の海水浴シーズンが終わるとかなり人出も減るというようなことですので、もし綺麗な写真を撮りたいというような方々はですね、これから秋口にかけての角島大橋もぜひ楽しんでいただければと思います。個人的に一番行っておきたかった場所だったので、まあ、初めての県外遠征ロケというようなことでいい映像が撮れたんじゃないかなと思います。また機会があればですね、いろいろなところに出かけて実際の風景を撮影しながらといったような動画も公開していこうかなと考えておりますので、今後も更新の方をお楽しみにお待ちいただければと思います。それでは、あやとでした。おやすみなさーい。